全員受験生だと勝手に思ってたんですね。でも来てみたら、今音大にいらっしゃる方、有名なプロの方来るとは知らなかったけれども、そして今音大を卒業された方などなども混じっているということなので、ちょっとだけ、皆さんの方から今日どんなことを一番知りたいか聞きたいかもしくは期待しているかということでちょっと情報収集させていただければと思うんですが、どなたか教えてくれませんか。今日どんな話を聞きたいと思っているか。はい、本番に向かうまでの準備の方法と、はい、本番当日とも含むパフォーマンスする間の間ですね、まあ、ルーティンとかそういうのを含めて、はい、考えることを考えて臨むか、うん、と終わった後に次に何をこう思うか、まあそのうん、本番をやってみてやった後のそうですね、レビューというか、うんうん、そういうのを伺いたいです。わかりました。はい、他に、はい、その次、本番の最中にどれだけ自分が集中できるか、いろんなところに目が行ってしまったりとか、どう感じているかなっていうのを、人がどう感じているかなとかいうのをその考えないで良くなるかっていうのと、吹いている最中にその自分の奏法の問題だとか、自分 の, その気持ち悪いなって思う吹いているところで、それをいかに意識せず音楽にのめり込めるかを聞きたいです。練習していて、何か自分いつもと何か違うなって感じた時に、どんなところから見て、こう練習と違う、はい、いつもと違うなって感じた時にどういうところからチェックしていい方に持っていけばいいかなっていうのを知りたいです。入ってるなって感じたときに、普段だったらなんか動かしたりしてほぐせるんですけど、本番とかでそういうときに何も動かさずにどう力を抜くか。わかりました。はい、わかり。いつも練習曲とかもそうなんですけど、吹き始めて少ししてから徐々にうまく吹けるんですけど、その最初からベストの状態で演奏をできるように、それはウォーミングアップをしてあっても、その以前演奏ってなった時に最初がどうも、はい、うまくいかない、はい、ピッチャーも立ち上がり不安定ですもんね。自分のミスするところとか、テクニック的にまだ足りないなって思うところばっかり目がついて、なんかナーバスになってあまり練習したくないくらいになっちゃうのをどう対処するか。